操作が難しいなら投げればいい。前代未聞のコントローラーを実際に投げる VR ゲーム登場。バーチャル空間で物を投げる操作は難しい。それなら現実の VR コントローラーを投げてしまえばいい。そんな斬新な発想から生まれた VR アトラクションが東京ゲームショウ2018千葉幕張メッセで初公開された。企画・制作した走らす東京都北区の担当者は、実際に VR コントローラーを投げる VR ゲームは他にはなく、おそらく世界初と語った。タイトル名はどうやらゲット。ゲーム内で斧を投げ、次々に登場する敵を倒していくというものだ。ヘッドマウントディスプレイ HTC Vive を装着し、4つの専用コントローラーを両手で投げていく。投げたコントローラーは前方の布で受け止められ、坂を下って手元に戻ってくる。ゴールにひたすらバスケットボールを投げ込むアーケード筐体のようなイメージだ。実際にゲームを体験してみると、現実では軽くコントローラーを投げただけでも、ゲーム内では100メートルほど遠くに勢いよく飛び、敵に突き刺さる。上下左右の照準を定めるのが意外に難しく、なかなか敵に当たらない場面もあった。想定以上の勢いで斧が飛んでいくので、操作のストレスはあまりなく、敵に当たった時の爽快感は強い。時間ごとに氷の攻撃ができる斧や、炎が爆発する斧など特殊効果があるものも登場する。プレイ時間は2から3分ほど。